僕は八神さんから連絡が来るまで間宮さんを見てる。それでいい？反応が弱い。はい。明日は松下さんね。
ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。約束通りここにいる。そっちは間宮ゆいを解放してくれるか。どうした、お互い歩み寄る気がないならここで延々にらめっこが続くぞ。まあそれも一興だけどな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。マミヤさんはもう自由にしていい。わかった、了解。世話をかけた、八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。カイトの具合はどうだ。あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日あの人のマンションにいたのは何でだ。 RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか。どうなんだ桑名。俺のせいなら安心か。なんだと。自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか。もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。
でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と満とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで俺を哀れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くが満をいじめてた。いつだったか駅のホームで満を見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。やっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもうミツルが飛び降りた後だった。ほんの一足違いだったんだよ。あいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ。翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合が満を連れ歩く姿だった。そして満が飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。そうだ、楠本満は今もまだ眠り続けている。死んだも同然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果沢先生を巻き込んだとしてもか。改めて